学校の給食で食べた味がするんですよ。味でもその学校の給食はどっちで出てたのかが分かんないんですよ。確かにな。味だけでは違いを見つけられず。するとここでコウタが重要なポイントに気がつく。形も結構違うかもしれない。まん丸。コウタの指摘通り、よく見ると A と B には微妙な形の違いが。丸いのがつくねなんです。これは俺なんか焼き鳥とかもそういうイメージがあって。ということでコウタは丸い A がつくね、 B がつみねと予想。では形の違いが生まれた理由は何だと思う？作る人が雑かどうかって話。つみねは丸めんのだるくなってこうやってやってないですか。コウタは2つの違いは作り方だと予想。カホッチの予想も一緒。でも理由を聞くと、つみれは何か入ってるからゴツゴツしちゃうかな。すっごい玉ねぎ入れてそう。使われている食材の違いだと予想したぞ。二人の予想は合っているのか。正解は A が作れて B がつみれ。では気になる二つの違い、それはなんと具材の形を整えて調理するかしないかということ。そうなの？あ、そうなんだ。ということで食材は全く同じで関係なし。A の作
つくねは綺麗な丸の形をしているのが特徴。丸くするため具材をくるくるとてこねて作っているんだ。そもそも名前の由来も手でこねて丸くするという意味を持つ言葉つくねるから来ているんだ。 B のつみれはゴツゴツした形が特徴。手で形を整えず木のヘラなどを使うからこんな形になるんだね。ちなみにつみれという名前も摘み取って入れるという言葉が由来なんだ。知らなかったね。学校のみんな違いは分かったかな。さあ葵くん、これはつみれとつくねどっちでしょう。はいはい、じゃあドラグニル仕上げよろしく。おいおい任せるドラ。どうなのどうなの。うわあ、ドラグニル焼いてくれてありがとう。おいじゃんまさ。さあ葵くんどっちだと思う。つみれ。あ、お、つみれ。つみれ。どっち。さあ正解は。さあこれはね、丸く形を作ってから調理をしたからつくねだね。なるほど。ちょっとごちゃなしよね。つみれとね、つみれだよね。つむぎちゃんじゃないよ。つむぎちゃんじゃないですね。つみれでした。やめてよ。はい。葵くんも学校の友達に教えてあげてね。はい。ね、ぜひあの白ご飯と合わせて食べてみてちょうだい。続いてはこちらのコーナー。ババッと覚えてシャドババババ今日ババンと覚えてほしいのはシャドバアニメ新エンディングテーマ曲ドラ。あっ、おっ、スター。シャドバカレッジ退学をかけ始まったシャドバ部対抗戦。そんな激アツ展開をさらに盛り上げてくれるのが超ときめき宣伝部のみんなが歌うこの曲「サードラ」。さあということで超ときめき宣伝部の皆さん、みんな勝てんな、みんな勝てんぞ。こういうのって連鎖されるよね。皆さん、スターはどんな曲なんですか。はい、スターは夢を追いかける人の背中を押す応援ソングになっています。私たちにとっては10月22日に行われる幕張メッセのライブに向けた決意の曲でもあります。夢、スターを目指す皆さん、この曲を聴いて私たちと一緒にどこまでも行きましょう。なるほど、盛り上がる曲なんだ。さあ小泉ちゃん、はい、セブンスフレームの誰を応援してるんですか。私は主人公のライト推しです。あ、やっぱり主人公いいよね、かっこいい、ね、どんなバッグ使ってんだろうあれ ね、 ね。さあちなみにスダッちゃん、はい、セブンスフレームで誰を応援してるんですか。スダッちゃん、私はジェントルマンを応援してます。ジェントルマン、はい、いいね、ジェントルマンもすっごいジェントルマンだからね。そして吉川ちゃんは好きなデフレがあるんですよ、はい、なんですか。はい、私はメイティが好きで、はい、モノマネを習得しました。すごいモノマネ、はい、それはじゃあまた今度にしようか。いやいやいや、今しよう、今しよう、今しよう、今やって、いきます、うん、いやー、すげー、すごいすごいすごい、見てるよね、うまい。さあでは、この後いよいよシャドバー新エンディングテーマ曲スターをテレビ初披露ですよ。みんな一緒に超ときめくドラ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。トロポッパキッとキャラパキパキッとキャラパキパキッと上手に言われたね。パキッとキャラパキパキッとキャラパキパキッと惜しかったね。チョコはパキッと化石を発掘。トロポッキ発掘恐竜チョコ。
したりしたり時を越えて光放つ今君とどこまでも夢は夢のままで窓で絡み上げた星遠すぎて手を伸ばすことも怖かったそんな自分にさよなら続いて歩き出せたのは君が勇気を照らしてくれたから嘘じゃないんだ心震わすときめきは果てしない願いと表明して何度も輝くだろう星を目指してさりさり未来を夜空に描きながら涙こぼれそうな君の笑いながら聞いたこの夢にかけるいつまでもステリーステリー目に映る全ては愛の結晶を見と変わらない絆がここにあるから私は強くなずっとゆくる It's gonna be a star イエーイ、お兄ちゃんときめいたねこれね素晴らしかった、さらにときめくイベントもあるんだってはい、私たち超ときめき宣伝部史上最大規模となるライブが行われます。皆さんの応援待っています。そして今週のシャドバはついに始まったシャドバ部対空戦。みんな、ライトたちセブンスフレームの応援よろしくドラ。お主らこのマシンを知っておるか？何ですかそれ？あ、俺は知ってる。ファミレスとかね、喫茶店に置いてあるやつやね、これは。つか年齢がわかるね。いや、やめてよ。それは、自分でいつでも占いができちゃう、クルポン、おみくじマシンじゃ。やだ先週金曜日に登場した小学1年生11月号の付録でな、ここに、まずな、コインを入れるじゃろ。そうして、レバーを引くと、じゃじゃん、おみくじが出る。中にこんな感じで書いてあるんじゃ。お前はすごい。じゃあ、せいちゃんも早速やってみよう。入れます。はい、ガン、楽しいね。ありがたいガンじゃん。よっしゃ、なんだなんだ。ヘンテコートマネー。あ、何番じゃ。4番なんじゃ。お化けが出る音。お、やってみてくれ。普通じゃな。よっしゃ、これで運気アップ。運気は間違いないじゃよ。これはすごい。そして現在登場中の小学1年生11月号では縄跳びやドッジボールのスポーツレッスンや電池型の立体スゴロクに運気大乗車と盛りだくさんじゃ。みんなチェックするんじゃよ。シャドーバーズチャンピオンズバトルの新装版が登場。新価格2530円でダウンロードコンテンツも収録。俺たちとバトル、シャドバの世界冒険だ。好評発売中、体験版も。翼を広げ、新世界の空を飛べ。シャドーバーズ新カードパック、セレスティアルドラゴンブレード、天使メス利用券実施中。お化けはね、学校、公園、病院にも、みんなの家にもいるんだよ。でもお化け図鑑を読めば大丈夫。お化けは怖いけど面白い。美女お化けにも気をつけて。講談社のお化け図鑑シリーズ好評発売中。読んでね。学校のお化け図鑑ゲタゲタ箱が新登場。今日学校は運動会の練習です。綱引きの練習するな。おお、よっしゃ。じゃあ組み立てタイプの謎解きで綱引きの練習をしよう。オッケー、組み立てもちょっと顔ちチューバットといいのはどちらが勝つかな、はい、みんな頑張れ。絶対に負けない。チューバとフロッカーチームとリトルリドルイーノチームでこう引き合うと引き分けなんだよ、ね、リトルリドルとフロッカーだとリトルリドルの方が勝ちになるから、4人でやってる時は引き分けになってるってことは、ね、
これさ、はい、バランスが大事なんだよきっと。バランスってことはさ、上のさ、この負けと勝ちがさ、今分かってるでしょ。よし、選択の時だ。10番とか負けちゃうとさ、負け負けと勝ち勝ちでさ、引き分けにならなくない？あー、いいものも中学というのも強かったら4人の時に引き分けにならないよね。だから答えは中学の方が強い。その様子を校庭の脇で一人イーニャンが見ていた。イーニャン、どうしたの？あんまり運動会ってやったことないから、どんな感じかにゃーと思って。せっかくだったら一緒にどう？う、うんにゃん。みんなで運動会の練習楽しそうだね。それではカホッチお天気よろしく。はい、今日のお天気です。天気はゆっくり回復するところが多いですが、東京では雨が降ったり止んだりするでしょう。最高気温は全国的に昨日より低くなりそうです。以上、お天気でした。次はアニメお化け図鑑。お化け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 が、じゃあごめんなさい、もうないよりします、頑張ります。ということで、いよいよ始まったアニメお化け図鑑。おはともから募集したオリジナルお化けがスタジオに登場しちゃうかも、ね、そんな新コーナーも来週から始まるから、どどんどんオリジナルお化けを送ってくれよな。さあ、今日はね、つむぎちゃんもオリジナルお化け考えてくれたんだよね。ちょっと見せて見せて。おー、なに、どんぶりどろくま、これどんなお化けなの？夜になると森、うん、森のどんぐりを奪っていく。うわー、ちょっと怖いね。いい、ナイスです。素敵なオリジナルお化け考えてくれてありがとう。この後私が考えたお化けも発表するぞ。今日なんかすごい生放送感あるよね。With Kitty Fuda in your head, Dweeba will be shrouded in darkness. We reach the Abyssal House. There, we meet the ruler of the Abyss, Jashi! The two masters start with Deck. Takara Tomi! Akira Takarami Fair! Go! 今しか見られないその景色は一生の宝物。お片付け箱プレゼント。おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。さあ、それでは猪作が考えたオリジナルお化け、ちょっと見して。私が考えたのは、じゃじゃーん。おお、なにそれ。おなら、メイク、いい香り、お化けです。おなら、メイク、いい香り、お化け。私がさ、おならをね、いい香りにして、お兄ちゃんに届けました。なるほど。ああ、うわ、困ったな、生放送。いいお化けでしょ、だって。すいません、お詫びして訂正いたします。さあ、ということで、アトモのつむぎさん、葵くん、どうもありがとう。ありがとう。また絶対遊びに来てね。そして超ときめき宣伝部のみんなもありがとう。さあ、今日も元気にいってらっしゃい。 See you tomorrow。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。中谷園のお茶漬け。出川さんちの麻婆豆腐。このうまさが、このガチなうまさがレンジでチン。簡単。出川さん、やるわね。長谷園レンジのすすめ。